ヨルダンの首都から遠い視界を望む静かな丘に囲まれたこの場所で哀悼の儀式が行われています。ここは殺害されたヨルダン人パイロットの故郷で次々何千人も弔問に訪れています。遺族の悲しみを分かち合い抱き合い祈りこの恐怖の出来事に向き合う場となっています。 モアズ・アル・カサスベさんの父親はこれから3日間こののテントで多数の聴聞客に応対しますその中で息子を殺した人たちをヨルダンはどうすれば報復できるのかイスラム国に対するアメリカ主導の有志連合でヨルダンの役割は何かと多くの質問を耳にするでしょう先週ヨルダンの戦いなのかはっきり分からないと言っていましたがそれは変わっていませんか 今はヨルダンが国境の向こうの相手の潜伏先に行って戦うべきだと確信しています相手がこちらにやってくる前に向こうに行って戦うべきです しかしその前に報復の意思表示がありました今日未明この目立たない車両でアルカイダの囚人2人の遺体が運ばれましたかなり前に宣告された死刑がついに執行されたのですアブドラ国王がアメリカのワシントンから帰国すると 空港へと続く道路には団結と抵抗を表す人々が集まり自ら詰めかけたとは言い難いものの心を打つものがありましたこの小国は誇りを傷つけられて団結を新たにしています ヨルダン政府は反撃を表明しました王は安全保障関係者らと会合を開き信念や価値観、道理を守るため容赦なき戦争を主張しました政府は有志連合への積極的な参加に言及しましたがどこまで行うのでしょうか。 地上部隊を派遣するとは言っていませんイラク軍シリア穏健派の反政府勢力クルドー治安部隊ペシュメルガの兵士たちの地上戦を助けるのだと言っています弔問に訪れた兵士たちは戦闘に突入するとは考えていませんが過去10日間のトラウマがイスラム国に対する戦いをすぐそこまで近づけています